なんかマリンとかさ、ボインボインじゃん。なんでそんなにおっぱいがでっけえのって聞いたの。マリンが、それはね、エッチだからですよって。エッチになればおっぱいって大きくなるのって聞いたの。そうだよ、弟子や、そうだよ、エッチになればおっぱいが大きくなる。何言ってんのあの人。ワズアップです。いや、本当にボインボインなんだって。あのフレアとかヌエルとかマリンってペもあるけど、ペはほらルシアよりなあるかなって言うのだから、ちょルーちゃんが、いやいや、ほんとね、なんであんな、ね、豊胸手術してきていい？みんな、豊胸手術。え、ね、ほんと最近ググってるんだよね、豊胸手術って。ねえ、羨ましい、みんな、ブインブインで。なんであんなブインブインなの？なんでなんでなんで？すごい、歩くだけでタユンタユンしてるんだもん。わかった、白状する、白状するから、今からルシアの話を聞いて。おっぱいが大きくなるクリームっていうのが売ってたんだよ。5年くらい前に買って、試してみたの。まあそれで変わらなかったんだけど、ママに見てもらってたの、いつも。ママどう、ちょっと大きくなったって言って、なんで泣かないでよみんな。3ヶ月目でやめた。いやでもおかしいな、うちのママも普通なんだけどな。でルシアのさ、ママのママはボインボインでお風呂の上で浮くんだけどな。ノエルにも聞いたのね。ノエルなんでそんなにボインボインなのって聞いたら、恥ずかしがってた。なんか悪いなみたいな感じだ。胸なんてただの飾り。それノエフレペーマーの前で言える？3期生でコラボするとき、あの胸がって言ってね、ルシアのためにみんな。もうこの話やね